何気にね、実はね、あれなんだよ。ちょっと待って、いるの？さすがに嫌だ。さすがに今、まだ何も進化しきってない状態で戦いたくない。クリエイターサポートはマイチャンネルによろしくお願いします。皆さんこんにちは、ジャンピングはい、今日はですね、エボクロムタイマーやっていきたいなと思います。はい、使える武器はエボクロムショットガンとエボクロムバーストのみでございますね。はい、あとはヘラルドのミシックも使って OK かな。倒せれる、倒せればの話ですね。ということで、とりあえずクロムスプラッシュをちょっと大量にゲットして、普通の宝箱にかけてエボクロム武器ゲットしようかな。まあね、SMG系は基本無視。そうだね、なんでピストルとスナイパーも今回は使えない。オッケー、エボクロムショットガンゲットです。早っ。これあのサブマとかさ、終了トーチがあればめちゃくちゃいっぱい出てくるんだけどね。だね。どう？あ、よし。おお、レアちゃんにかけてみよう。あ、とりあえず2つくらい出てくるんじゃないか。おー、エボクロムバーストはゲットです。リアリティは緑です。緑か、あれ普通なんですよ。普通ですね。あ、なんだ、クロム。アサルトで撃ったら何も出てこないんだ。オッケー、エボクロムショットガンもゲット。もうエボクロムいらないな。こっから進化させていくしかないもんね。それ以外に進化方法ない。今回はですね、昔のパラダイムと新パラダイムでやっていきましょう。やっていきたいなと思います。とりあえずここかけて、でこれでギョギョギョ引っ掛け、どんどん出して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 、オッケー、いっぱい出てきた。あ、あったあった。初めて2個金庫が増えんな。ポンポンポン、鍵あった。あ、すごい、2個金庫があるんだ。前の金庫同様の開け方になるんだ、ここから。そう、ドゥンドゥン、またここから鍵が出てくる。やばい、今シーズンの金庫強くない？強い。さすがに回復はクロムのみじゃないよね。あ、回復もちろん、ちろん。クロムのみじゃない。そんなやばい、やばくはないからね、さすがに。何気にね、実はね、あれなんだよ。ちょっと待って、いるの？さすがに嫌だ、さすがに今、まだ何も進化しきってない状態で戦いたくない。マジかよ。こんな近くにいると思わんかった。普通思わないよね。怖っ。お、鍵出た。あんた、ってことはこれ2個目の2つ鍵開けるのでは。マジで、マジで言ってる。もう回復もこれで十分でしょ。これでいい、これでいい。あと、こいつはタプタプしてる。面白い。どっち、こっちか。レイブケーブ行くつもりじゃないですか。クロムスプラッシュ面白いね。面白い。いや、本当に瀕死の状態でもなんとか逃げられる時あるから、うん、そこがいいんだよね。レッツゴー。今ラマちゃんいたけどダメだった。ちょっとラマは超進化しやすいもん。アンチ外だった。ああ、ここもしてないんだよ。一切進化してない。オッケー、両方青に進化。マジで、マジで言ってる。オッケーオッケー、パンプも進化した。両方とも。幸いなことに狼が4匹もいた。あ、ほんと早いわ、回復速度、イノシシさんの。いいね。あれ、おお、早っ早っ。あー、もう来るも終わっちゃった。ならいいや。現実には入ってないんだね。はい、紫に進化。ええー。いや、ミシッカ厳しいか。もう動物がいないもんね。ミシッカね、さすがに厳しいと思うよ。だよね。
お、飛べた、すげえ。この距離飛べるんだ。うわあ、あ、思ったよりやべえな。あ、この距離当たんない。そうか、そうか。当たんないのか。いて、その撃痛い。あ、それ辛いな。なんでやねん。紫なんでしょ、両方とも。いや、まだ片方は青。あ、そっか。戦闘中にね、パパに貸し出してもらいたいですね。オッケー、紫。マジか。おお。これ進化していくごとに、あの、どんどん黒に侵食されていくんですよ、このショットガンたちは。あ、そうかもしれないね。あ、そっかそっか、銀色の範囲がね。そう。あれ、なんか、クロム天空してないっけ。どっかで見覚えのある動き。スプラトゥーンだな、それ。あ、切れちゃった。おー、困る困る困る。いただしで、ね、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 怖いなぁ。どうなってんの、うわ。あ、でももうさ、パパそれさ、切れると終わりじゃない。あれ、崩せばなんとかなる。あ、降りてきちゃったよ。お、待って、行った。ちょ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 、オッケー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 。この音がさ、痛い。もう強度が、一発も耐えられてない。もったいない。強度が増して、あ、エピックになった。待って、ちょっと待って、エピックどうやってだこれ。おお、やばやばやば。あれ、なんかハマったハマったハマった。なにこれこれ、なにこれ、どうなってんの。おお、ちょっと見えないよ。あー、ちょっとかハマっちゃった。ハマるなんてあるんだ。いやー、どうしようもできなかった。いやー、残念。そして音楽が変だね。クロム状態でエモートすると音楽がね、やばちょっと変な感じになるみたいですね。ということで、今回の勝負は新パラダイムの勝ちですね。はい。今日のお題は、ブギーボムが次のアブデで消える？どう思う？たくさんのコメントお待ちしております。はい、それではコメント選手権の採用コメント読んでいきたいなと思います。今日の背景はですね、ゼロビルドで6キルクランビクロした時の様子でございます。昨日の動画のお題はですね、今シーズンの好きな武器は何ということでございました。まず YouTube にいただきましたアマビさんですね。音じゃないスビクロイ、僕が今シーズンで好きな武器はレバーアクションショットガンです。武器を出す時のモーションがかっこいいのと火力もそこそこあるからです。これからも楽しい動画待ってます。ありがとうございます。レバーアクションかっこいいよね。くるりと回してカチャッと出す、あのアクション確かにかっこいいですよね。わかる。続いてこちら LINE にいただきました葵さんですね。音ちゃんナイスビクロイ、僕が今シーズン好きな武器はスナイパーです。やっとワンパンできるスナイパーが帰ってきたので嬉しいです。動画も頑張ってください。ありがとうございますね。ハンターボルトアクションワンパンできるんだけど、ちょっとおかしいのが、青のスナイパーでワンパンできちゃうのがちょっと微妙だなと僕は思うね。金武器でワンパンだったらまあわかる。エピックでもいいかな。でもね、青のスナイパーではワンパンしてほしくない。あれでやられた時の悔しさたるやね。うん、多分やられた方はわかると思いますけどね。続いてこちらも LINE にいただきました水木さんですね。お父ちゃんナイスビクロです。いつも見ています。僕はエボクロムバーストです。理由は普通のバーストより連射力があるからです。あと提案なんですが、クロムってエイリアンっぽいので、シーズン8ぐらいにマイチャンネルさんに出た宇宙人さんを登場させてくださいといただきました。ありがとうございます。エボクロムバースト強いよね。今回のタイマンでも使ってましたけど、やっぱレアリティが上がっていくことにこの連射力も上がるから、すごく使いやすい。当たるしね、結構ね。そして宇宙人さんのリクエストありがとうございます。ちょっと検討させていただければなと思います。はい、ということで今日の動画のお題はですね、ブギーボムが次のアップデートで消える、どう思う？ということでございます。昨シーズンからですね、引き継がれてブギーボムは残ってたんですけども、どうやら次のアップデートで消えてしまうらしいです。今回のですね、この背景でお届けしているゼロビルドのマッチでもね、ブギーボムめっちゃ多用してめっちゃキルできたので、
これなくなっちゃうのはすごく悲しいかなと思うんですけども、もうフォートナイトといったらねこのブギーボムですからね、これなくなっちゃうの悲しいんですけど、皆さんどう思いますか？コメントで教えていただければなと思います。たくさんのコメントお待ちしております。ということで今回はですねエボクロムタイマーやってみました。ダメージを与えるごとに進化する武器っていうのは非常に面白くてですね、これはですね今シーズンかなり多用しそうな新武器だなと思いますね。ただちょっとね今シーズンテントが見当たらないんで、テントがあればある程度進化させてテントに入れてね、で最終的にミシックに進化させたいなと思うんだけど、テント見つかんないんだよね。テントがあればより楽しかったかなと思いますね。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。